はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。カオストロジャー開闢の使者、プレミアム加工を3枚に変更したら絶対読みからぶち切られる理由です。さあ本日なんですが、もうしましたけどね、はい、もうしたんですけども、このカオストロジャーとですねサンダードラゴンがね、どう考えても相性がいいわけですよ。どう考えても100人いたら150人が相性いいよねって言うと思うんですよね。だからまあもともとねサンダードラゴンってレビオニアと相性が良くて、まあ、レビオニアがめっちゃ強かったじゃないですか。でもリビオニアが一応リミット3になってしまって、雷電流とのそのなんか併用が難しくなっているわけですよ。ということで、開闢の使者やっぱ入れちゃうよね。入れてみたんですよ。で使ってみたんですよ。マジで強いね。マジで強いね本当に。まあもちろんレビオニアほど強くはない、正直。レビオニアのこの2枚選んで破壊にさすがに勝てないですけど、まあ、ただね結局ね開闢の使者は2体で出せますし、まあ相手除外できるんでモンスターね、しかも2連打も効果持ってますからレベル8ですし、まあ非常に強力なモンスターではあるということですね。で最近ね結構ね罠型サンダードラゴンっていうのがなんか流行ってるらしくて、なんか割と最近そのランク戦とかでも当たるようになってきたので、私もまあご流行に乗って組んでみたんですけども、これね、まあ、もちろん狩場とかね、ハーピーの意志みたいなあのデッキだとちょっとねバック割られちゃうんで相性は悪いかなと思うんですよ。ハーピーとかにはバックない方がいいと思うんで、ですけど、まあ、それ以外のデッキであれば、まあ、サイクロ1枚程度であればね全然大丈夫ですし、まあ、サンダードラゴンのそのなんか防御力の低さというか相手ターンにやることがねみたいな、そういう、まあ、弱点みたいなのをこのトラップカードで、まあ、ケアできるんで割といいデッキなんだろうなと思います。使ってみてね。でまあ入れてるカードはですね、まあ正直これ奈落の落とし穴じゃなくてもいいと思うんですけど、奈落の落とし穴使いたすぎて、やっぱさすがにさセレクションで来たので、奈落の落とし穴やっぱこれ俺たちの青春みたいなとこあるじゃないですか。でこれ3積みしました。であとデモンズチェーンね、はい、圧倒的最強カード、はい、まあ、これ月の書とかでもいいと思いますけどね、はい。で100雷のサンダードラゴンで蘇生していくっていう動きもできるんで、これサンダードラゴンカードなんです。サーチできますしね、雷電流とかで、なんで、これ2枚であとはもういつも通りの動きなんですけども、悪魔送り採用してまして、まあモンスターをね戦闘破壊してもらって、まあトラップカードとかで相手のなんか展開を抑えながらモンスターを戦闘破壊してもらって、で戦闘破壊されたらカオスベトレイヤーを墓地に落として、カオスベトレイヤーからまあ動いていくみたいなね。カオスベトレイヤーはねやっぱりさすがにあった方がいいね、強かったので、まあ使ってみて強かったのでこれあった方がいいと思いますけども、まあ開闢の使者なんとかしてね、活躍させていくデュエルをねいくつか取ってきたんで早速ご覧いただきましょう。このデッキマジで展開力ほんとえげつないからマジで楽しいからおすすめ。皆さんもぜひ組んでみてください。ここのこのトラップは正直強いトラップなんでもいいです。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、クジャクマイさん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。私のターン、おいで。30枚、ハーピーの石型ハーピーですかね。いや、ハンドはね見た目事故ってますね見た目パッと見すごい事故ってますけど、まあ、一応ね封印の黄金室があるんでギリギリ動けるんじゃないかなと思いますが、ちょっと開闢とレビオには2枚はいらねえっていう話ありますけどね。一応上級っていうかカオスモンスターが3枚入ってまして、カオスソルジャー2枚と、レビオニアが1枚っていう構築になってますんで、レビオニア、カオスモンスター3枚だから、カオスモンスター3枚ですね。カオスソルジャーが、2枚と、レビオニアが1枚っていう構築になってますんで、まあ、かぶってしまうとねさすがにコストがそんなに稼げないっていう話はあるんですけども、太陽電池面来た、いいね。太陽電池面が来たのは嬉しい。魔法カードは先に発動してるんで戻されちゃうんで、先に発動してこれは普通にライデンで鳥を持ってこざるを得ない。ライデン除外、ライデン除外、鳥持ってくる、蘇生するパターンでいくしかないから、ライデン除外でライデン効果、モンスター効果発動だよ。でライデン効果で鳥を持ってくるやつ、はい。でアルティメットソーラーパワー召喚です。太陽光発電の効果によって、まあこれは雷獣かな、雷獣ですかね、雷獣でしょうね。どうせ戻されるので
どうせなんかめんどくさいなってなって多分戻されるんですよ。多分ねこれね雷電流でいいと思うわ。蘇生すんの雷電流、雷獣流、いやこれ雷電流でいいんじゃないかな。別にこのターン殴らないしね。雷電流除外から戻ってきてでこうしといてこれでいいと思う。で遠くに出る、はい、3体展開しとけばそんな簡単にファンキル取れないでしょ。特殊召喚で、これはまあ最悪割られてもいいや。100台のサンダードラゴンセットでエンド、これで対決してください。お願いします。パイロユーベル。さあ相手あのクセカード2枚あんなんだろうな。まあハーピーからはねさすがに硬化とか飛んでこないと思うんで、まあ、2枚処理されることはないと思うんですけど、そんな簡単には。ああサインか、なるほどな。サイン効果、2チェーンしてハーピー ADC の効果、 ADC は魔法トラップカードを発動した時直接チェーンすることによって相手のフィールド上のモンスターを戻せる。はい、これがこれを読んでいたので雷電流にしといたっていうプリングね。はい、ねえハーピーレディ OK、 あー OK 了解した。いいよいいよ、どうする？バトル OK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  耐えた危ねえ。 OKOKOK 全然いい。で、戦闘でも破壊していただけた。そしたら雷電流サンダードラゴンの効果を発動し、雷電流サンダードラゴンの効果でサンダードラゴンを持って方に加えていく。レビオニアで分からせることはできそうですね。レビオニア君で分からせることはできない。解約きすぎなんだよね。とりあえず悪魔クリしていこう。まず悪魔クリ挨拶、悪魔クリは挨拶でですね、とりあえずなるほど、めちゃくちゃ溜まってますね。これはさすがに挨拶では、最強の除外方法、このなんか雷獣雷電、雷鳥を除外して、この3枚を除外し、あらろ根源竜レビオニア、根源竜レビオニアのモンスター効果発動、そして雷電竜サンダードラゴンのモンスター効果、さらに雷獣竜サンダードラゴンのモンスター効果、雷鳥竜サンダードラゴンの効果、いいえ。さあこの最強効果にお前は抗うことができるか、クジャクマイトやら。敵から特殊化するのは雷獣竜サンダードラゴンか、はい、で雷電効果取り持ってくるでいいね。はい、でレビオニア効果で選んで破壊とかいう最強効果、はいはい、開闢ではねこれがなしえませんから。開闢の使者カロスソルジャーではこれはできません絶対に。で雷鳥竜スタンダードラゴンの効果で雷獣竜スタンダードラゴンを特殊召喚で2体のモンスターで終われ、エクシーズ召喚、まあフォーカスフォースでいっか、ハーピー SC 止めれるし、はい、SC、 はいはい、はい、で開学おどんだけ動くこのデッキ、開学で、まあ、そのまま殴れば勝ちやな。バトルフェイズいけ、開学ロシア、そして効果と2連ダメいやちょっと待って、オーバーキルすぎないこのデッキ、さらにここまだエネアート出せますかね、私どんだけ強いっていうか回してて思うけど、めちゃくちゃ神デッキだわこれ、超楽しいこのデッキ。さあお相手の方、人手マンのデッキ全然わかんない。太陽電池面召喚で太陽電池面の効果発動で太陽光発電をしていこう。とりあえずあの雷雨注意報、雷鳥竜サンダードラゴンの効果で雷獣竜サンダードラゴンを特殊召喚、立ってるで遠くん生成ほいでエンド、トラップがあればねあのボタン型セットしてもいいと思うんですけど、トラップがなすすぎる、走破するがいいや。あうーん、相性最悪。走破するガイアの効果でバトルフェイズ中に効果発動できないっていうマジバグみたいな効果を持ってるんですよね、あのフィールド魔法なんで。まずそもそも雷獣竜サンダードラゴンの効果が発動できないし、カイトロイとかクリボル投げられないんでめちゃくちゃ相性悪いんですけど、サンダードラゴン、まあでもねトラップカード型はねそうでもないかもしれない、もしかしたら。まあ魔導騎士ガイアでもな、魔導騎士ガイアでカースオブドラゴン出てくるような、極限のカースオブドラゴンと、魔導騎士ガイアで融合召喚、ちょっと魔導騎士ガイア、はい、水飲みます。
バトル。はい、バトルいいでしょう。わかりました。もう何もありません。特に。頼むぞ。あ、そっちなんだ。なるほどね。あ、闇を墓地に送りたくないみたいな。まあどうせ送られるけど。太陽電池め。やばいやばいやばい。やばい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 。やばい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 。やばいやばいやばい。光闇は落ちたがカオスベトレイヤーのコストがない。カオスベストレイヤーのコストがない。どないしよう。太陽電池面消化するか。太陽電池面召喚。太陽電池面効果発動。太陽電池面の効果で、サーチエンドがこうライデン送っときゃいいんじゃないか。ライデン、ライデン送る説。ライデンだ。ライデン。で、カード名が異なるモンスター3体で融合。氷国竜、トリシューラ、融合召喚。うわー。はて、で、雷獣竜サンダードラゴンの効果と、雷獣竜サンダードラゴンの効果によって、デッキから特殊召喚するレベル6だったら何でもいいから、レベル6だったら何でもいい、レベル6だったら何でもいい、レベル6、雷獣竜か、とりあえず残しておこう、雷獣竜特殊召喚、で、雷電竜サンダードラゴンの、あ、間違えた、カオスベトレイヤーの効果と、雷電竜サンダードラゴンと、雷電竜サンダドラゴンと、太陽電池面を除外して墓地から特殊召喚で、特殊召喚に成功した場合相手の墓地のカードを1枚除外できる。はい、カオスベトレイヤー効果発動。モンスター効果、これでカーソルドラゴンを1回除外しておこう。はい、で、雷電竜サンダドラゴンを除外された場合の効果発動、ですね、これはですね、折りでいいですかね。むずいですね。雷光竜出せますか。でもこれ雷光竜出せますわ。雷光竜は出せる。わかった、いける。闇を落とせばいいんだろ。トレミスだ。これでトレミスの効果を通そうと通すまいと、どっちでも結局やつは死ぬ。セイクリッドトレミスメッシエセブン。さあメッシエの効果止めるしかないようだな。どうする、大丈夫か。ガイア、何そっちそっちバウンスされるけど、死ぬけど、あなた、あなた死にますけど。カオスベトリアにかで、これバウンスするけど大丈夫。あ、なあー、そういうことか。なるほどなるほど、やりますねやりますね。あいつやるな。オッケー、それは読んでいた。ガイアソルジャーのこと守備表示になるとやりやがる。ただし俺はまだ展開力残している。光属性と闇属性をこのゲームから除外し、あれあれの雷光竜サンダードラゴン、そして雷鳥竜サンダードラゴンの効果発動しよう。もうちょっとこのボタン型どうでもいい、これいらねえ。なんかトラップ来い。えいっ、あーなるほど。でも封印のボイス今来たところで何も意味ないね。で、あ、ガイアドラゴン出せるのか。神ゲーか。ガイアドラゴン出していく。はい、ういつえつえつえ、なんて強いんだ。どんだけ展開するこのデッキで。雷光竜サンダードラゴンの効果と、雷光竜でトリシューラ除外しといて、負けないな、鳥かな、さすがに。はい、でやられても戻ってくるよっていうスタイルね。はい、いやーすごい展開力だったな。すごい展開力だった。ものすごい展開力。うん、いいよ。さあ融合はできるのかな。ガイアスロージャーも使ってしまった。そして墓地にはカーソードラゴンはいない。さあ大丈夫か。さあどうする。ヤンミュービルド魔法、何走破するガイアの効果、暗黒騎士ガイアモンスター。あーできる、融合融合はできる、融合はできる。いやでも融合はできるかもしれないけどさ、この2600と2800、これ両方とも打点一緒一緒って超えてるんで、一体これね、ガイア出しても無理だと思うんですよね。シンプルに、まあ、月章打ってガイアでぶん殴るとかが一番強いけどね、相手としては。いや、なんだかんだなんとかなるとは思うか。あの守備表示にしてぶん殴るやつは開始のターンでぶん殴ればいいんで、そんなに大将なんて。雷光竜サンダードラゴンの効果で打点がちょっと上がっていく。はい、はい、いいよ。あ、いいよ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 。魔導騎士ガイアね。はい、でカーソードラゴンね。オッケー、いいよ。
で融合ね、こことここで融合ね、いいよいいよいいよ、全然いいよ。で趣味表示にして両方ともぶん殴ってくる、あでも両方ともぶん殴れないか、これあれか、あ待って、スパイラシーバーだ、死ぬ、あ知らないわ、2000キロだった、大丈夫だ。さあ融合していく、さあどうする、まあ、相手もだいぶ考えてるな、これどうしたらいいんだってなってるぞ。いや言うて2600打点あるんで、ガイアドラグーンはガイアでは抜けないんですよ、あいつ2600打点なんで、まあ、相打ち取るかぶん殴るかだから、ガイアオリジンでバトルフェル中になんか攻撃力戻すみたいなことすればいけますけどね。はい、いいでしょう、はい、モンスター効果発動、いいだろう、モンスター効果で、どっちをぶん殴る、殴られる、どっちを破壊する、でも破壊したところで、あそれなんだ、戻ってくるよね次のターンで、バトルフェーズ入って、相打ち取ってくるのかな、これ相打ち取ってくるスタイル、はい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 、はい、いいよ、ターンエンドだ、なるほど、ターンエンド、なるほど、ボタン型いらない、ボタン型はいらない、まずとりあえず、これ難しいな、雷電流もういなかった気がするんだよな、だっけ雷電流いない気がするんだけど、まあいいや、雷鳥流サンダードラゴンの効果、とりあえず雷合流蘇生は圧倒的最強ムーブなんで、これ出します、見せてあげるよ、でモンスターを特殊召喚、封印の黄金石、一回なんか見よう、デッキの中雷電流、あいるんだ雷電流、雷電流で持ってくるカードあんまねえな、雷電流で雷鳥流持ってくるか、一応持ってくるか、で雷電流で雷鳥流持ってくる、そしたらなこれ蘇生する先がな微妙なんだよな、あーでもこれ相手ターンに蘇生できた方が強いか、雷合流もしやられるとしたら次のターンの相手ターンに蘇生できた方が強いか、100雷か、はい、やばい時間がねえマジで時間がねえ、やべえ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 でもこれバトルフェーズって言ったらこれ破壊してくれる、あくれないか、あくれる、なるほど、あれあれメインフェーズ続けるよ、出そう、で光と闇除外でうおりゃーバトルいけ開脈総破産、いやー激闘するとか回すのむずすぎてマジで時間足りねえこのデッキ。ってことは何が言いたいかっていうと神デッキってこと。さあお相手の方海伝くんね、なんかろくなデッキじゃなさそう。ペンディラムコールやばい。いやろくなデッキじゃなさそう。やばいやばいやばい、なんかこのムーブ見たことあるぞ。魔術師と、魔術師を持ってきていく、で竜巻の魔術師と、ちょっとうるせえなこれ、うるせえなこれ、で竜巻の魔術師と流血の魔術師をペンデュラムスケールにセッティングしていく、はい、モンスターをペンデュラム召喚、はい、誰ですか、うわやばいデッキ使ってんなお前、え特殊召喚じゃ、うわうわーやばいの来た、ゼガンデスされる、やばい助けてくれ、うわー来い、なんか開脈とか来い、ドロードロードロー神ゲー神ゲー神ゲーすぎる、なんだなんだこの最強の引き、やはり俺は主人公だった、雷電流との効果発動、墓地に何がいいの、光や忍者天才かよ、雷合流サンダードラゴンを手段に加えていく、何がネオダイダラスとバカタレか分からしてやる、光属性と闇属性をゲームから除外し現れろ、雷合流サンダードラゴン、これが開脈サンダードラゴン最強満面、うおー開脈効果発動やばい、マジで神ゲーだ、皆さんこのゲームは本当に神ゲーです。